こちら。今日はですね、スニーカーズで、堺のマグマスケープが発売されるので、こちらをね、購入の実況していきたいなと思います。これね、めちゃめちゃかっこいいなと思ってたんで、カラーが3色展開で、まあ、黒赤とグレー青、ブラウン出るので、こちらもブラウンの方狙っていきたいなと思います。あとね、1分で来るんですけれども、これ多分抽選なんで、まあ、9時からというところで、まあまあすぐ抽選受付していきたいなと思うんですが、どのカラーがね、人気なんですかね。9時になりました。抽選の方エントリーしていきたいなと思います。はい、エントリーしました。とりあえずエントリー時間は10分ですね。僕は今回ブラウンだけエントリーしました。最初はですね、全部エントリーしようかなと思ったんですけれども、どのカラーがいいかなと思った時に、このブラウン、なんかこのブラウンがなんかこの、過去に出てたエアマグマのなんかベースカラーをイメージさせてたので、これいいなと思ってブラウンにしました。で、逆にフットスケープの青グレーと黒赤が多分 OG カラーであると思うんですけれども、こちらはまあ、良かったんですけど、なんかこのスウェードとブラウンの感じが良かったんで、今回はこのブラウンのエアマグマとフットスケープ合体したやつに決めました。もともとのモデルが発売されたのが多分90年代とかだと思うんですけれども、なんか僕が結構若い時になんかフットスケープとか流行ってた記憶があるんですよ。自分が服とか興味ある時に流行ってたっていうような感じではないと思うんですよね、確か。どうだったかな？フットスケープとかね、なんか黒赤とか入ってる人はいたんですよね。で、マグマとかもね、僕がイメージあるのはどっちかというと、そのオリジナルとかの時よりも、もう一回後に山ガールみたいな言葉が、ワードが流行った時に、なんかすごい派手なレギンスとか履いて、ワイルドシングスの、リバーシブルのなんかメキシコ柄みたいなとか着てる時に、またエアマグマとか履いてる人増えてたようなイメージがあるんですけども、その時に僕もなんか復刻で買ったのかな。カラーはこのブラウンよりはちょっと明るいような感じになるんですけれども、まあ当時のこのブラウンみたいなのがね、いいなと思ったんで、その復刻というかね、その後に出たウィートみたいなのを買ったんですけれども、まあ、今回そのね、OG カラーに似てるというところで、こちらのブラウンを狙ってます。あとは結構ね、僕黒い靴持ってるんで、こういったブラウンの、靴いいなと思いました。このボディのブラウンと、このソールの、なんて言うんだろう、ベージュみたいな色のバランスというか分量がね、非常にいいなと思いました。これ見てみてもね、すごいいいっすよね。で、結構服とか黒とか多かったんですけど、来季に関してはなんかね、こう、白とかもね、服取り入れていきたいなと思ってるんで、まあそういったところでもこれブラウン相性、まあいいんじゃないかなと、このルックでもね、白とブラウン合わせてね、すごいかっこよくなってるんで、まあそういったところで違和感もね、ないんじゃないかなというところで今回ブラウンを選んでおります。で、こちらブラックなんですけれども、ブラックに関しては、本当フットスケープかなってイメージです。逆にフットスケープね、そのままハイカットになったのかなみたいな見た目に感じてしまうんで、合わせやすさで言ったらね、ブラックなのかなって気もするんですが、まあまあフットスケープと一緒かなっていうところで、このカラーは、本当はね、全部抽選しようと思ったんですけども、今回スルーしました。で、次がこの、フットスケープのグレーブルーですかね。これもなんか本当フットスケープだなーって気がします。まあ、ハイカットになって雰囲気変わってますし、このルックみたいのも色合いいいんですが、まあ、青あんまり正直合わせるの得意じゃないんで、まあ、これもなんかフットスケープ強いなーって感じがどうしてもカラー的にしちゃうんで、そういったところも含めてのブラウンということに、今回はしました。まあ、今季というか、まあ、そうですね。年内はこの靴変えたらいいかなといった感じです。今日めっちゃね、早起きしというかね、もっと寝てたかったんですよね、休みなんですけど。でも頑張って起きました、この靴ぜひ欲しいなというところで。ただ価格がね、29000円ちょっとってところで、高えなぁと最近ナイキのスニーカー、前みたいに気軽にね、買えないなぁっていうところで、もう定価がプレってるみたいな感じなんでちょっと困っちゃいますよね。で、他にもね、いろいろ買ったりしてるんで、ちょっとね、これ買ったら厳しくなるかなって気がするんですよね。で、この後ボックスロゴ、シュプリーム発売するので、そちらも狙っていきたいなと思うので、まあそういったところでもちょっと大変だなと思うんですが、まあまあ、これ形かなりかっこいいでしょうと。過去のね、堺コラボの中でも、形的にはかなり変わってるんでね、これは欲しいなと思います。まあ過去にね、ベイパーワッフルとか、あと LD ワッフルとか、ブレザーか、結構いいなと思って買ってたりしたんですけれども、その中でもかなり、形的には独特
独の形というか、今までになかったのでいいんではないかなと思います。結構ボリュームあるね靴なんで、夏とかショーツとかでも良さそうですし、結構なんか最近のちょっと大きめの服とかにも相性っていいのかなと思います。それじゃあですね、時間が来るまで、ちょっと待っていきたいなと思います。あと10秒でエントリー時間が終了になります。エントリー時間終了したらね、このまま購入できるか、まあ、ゴッテムの画面が出るか待っていきたいなと思うんですが、はい、これでエントリー受付が終わりました。どれぐらいいるんでしょうか、買いたい方は。結構温度感高いのかな、どうなんだろう。なんか一時期に比べてね、スニーカーってあんまりこう温度感っていうのが高くないというか、まあ、買いやすくなってるのかなって気はするので、ぜひぜひこのサカイとナイキのマグマスケープ欲しいなぁと思います。もう今季はね、これ買えればもうスニーカーはいいかなといった感じになってますし、僕去年のあのシカオからスニーカー買えてないんですよ。結構やばくないですか。もういつ当たんだよって感じなんですけど、まあ、去年の多分松もね、こんな色のオフホワイトとナイキのテラなんとかみたいな買いたいなって言ってたんですけれども、なんかそれを思い出させるようなカラーでした、これ。なんでちょっとなんか流れ悪いのかなと思うんですけれども、 29,700円なんで、なかなかねそんな気軽にはいかないんじゃないかというところもあって、淡い期待をしながら今待っているような感じになります。実際 29,700円きついっすもん、正直。来れば 15,000 円以下で2足ぐらい欲しいような気もするんですけれども、まあまあこれ形もねかっこいいんで買ってきたいなといったところで、抽選待ちたいと思います。ゴッテムの画面がとりあえず見たいなといった感じです。まああと基本的になんかこう僕の勝手なこの考えなんですけれども、あ、マジか、今日正直当たると思ったんですよ僕。落選でしたね。なんか今この通知がね、早かったら当選だみたいなこと言おうと思ったんですけど、速攻落選しましたね。すがすがしいぐらいにすぐ終わりましたね。いやー、マジか。結構早起き強引にして、いや、これ全部抽選入れた方が良かったかもしれないですね。なんか、いやー、ちょっと買えた時の金額ビビったっすよね。もし3足全部いったら9万か、とかって思ってたら、マジかー、なんか買える気がしたんだよな、今回。これなんかあれっすね。なんかパチンコに行って勝てると思ったんだよ、今日は、みたいなのと一緒っすよね、きっと。いやー、買えると思ったのにな、これ年、今期、多分一足も買えなかったっすね。なんかスニーカーブーム終焉とか落ち着いてるよっていう話ですけど、僕のところまでまだ回ってきてないっすね。住んでるところが田舎だからなのかな。田舎にはまだまだ来ないんですかね。いやー、なんか買える気持ちでいたんですよね、今回。ダメでしたね。はい。というところで、今日はですね、ナイキとサカイのマグマスケープですね、スニーカーズで購入実況させていただきました。ほんとね、僕サカイさんとナイキさんのスニーカーね、コラボのスニーカー、ま、好みというか、いいなと思ってて、毎回抽選かけてるんですけど、ほぼ当たってないっすね。なんで、ちょっとね、次出るまた新しい形でもですね、なんか当選できたらなと思ってますし、また抽選の方ですね、していきたいなと思いますので、今後もですね、動画の方よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。